1930年頃の水橋の地図、16棟も示されている。16棟は、利根川下流域の茨城県稲敷市と千葉県、香取市にかけての新田開発による集落を総称した地域名。新島とも呼ばれる。現在の利根川下流域はかつて香取海と呼ばれ、現在の霞ヶ浦、北浦ともつながった海であった。 絹川や古海川などが運ぶ土砂が堆積してできた島を徳川家康が関東に放された後の1590年より開発し始め、その後1640年までに16の新田集落ができていった。こうしてできた村々を総称してその数から16、島と呼んだ。また、新島とも呼ばれる。十六島と呼ばれるのは、上野島、西大、徳井、中島、 六角、月佐、松崎、長島、八筋川、大島、加藤須、堺島、三島、中須、磯山、扇島の十六の集落。さ、馬船子の神殿開発以降もとね川下流域では、土が堆積したところの神殿開発が行われていった。もともと海にできた島を開発してできていったところで、あることから、利根川などのために、 たびたび洪水に見舞われ、低平なため冠水するとなかなか水が引かない土地であった。また、エンマと呼ばれる水路が縦横に張り巡らされていた。この水路は他の用水や生活水として、そして道らしい道がなかったため、サッパ船と呼ばれる船を使った移動経路として利用された。戦後までその風景が続いたが、千葉県側では1964年から1978年に、 かけて土地改良事業が行われ、現在では整然とした水田地帯となっている。現在でも香取市では、利根川、横利根川、日立利根川に囲まれた利根川や北の地区を十六島や新島、または単に島と呼ぶことが多い。ありがとうございます。